無印で買える痩せるおやつ選んできました。今回は美腸活専門家としての観点からあなたにランキング形式で3つお伝えしていきたいと思います。このダイエット痩せるおやつのポイントは腸内環境を整えてくれる食材を使っているからなんですね。そのことであなたの腸内の中で痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をこう元気にしてくれて、しかもずっと居続けてもらえるようにしてくれる食材、そのことが結果あなたがこう自然と痩せ体質へとそう生まれ変わることができるんですよ。では早速第3位からご紹介していきましょう。こちらです。無印良品の小麦、卵、乳製品不使用のお菓子プレーンスティックサブレです。これちょっとねチェックしていきましょうね。材料なんですけれども、小麦粉の代わりに米粉と大豆粉を使ってくださっているんですよね。小麦粉はね太ります、太ってしまうんです。その代わりにその米粉と大豆粉を使ってくれているわけなんですね。でそのダイエット効果です。米粉が持つその油の吸収率をこう下げてくれる効果であったり、でまた良質なタンパク質をこう含んでいるわけなんですよね。もう小麦粉と比べてもこう明らかにも数値が違うわけです。でまた大豆粉も使ってますから、もうとにかく植物性のタンパク質やビタミンがもう豊富で、イソフラボンも豊富に入ってますし、で嬉しいのがここ小麦粉の糖質に比べてですね4分の1しかないんですよね。もう全然違いますよね。でグルテンフリーですし、でまた食物繊維もなんと小麦粉のですね5倍も入っているというこの大豆粉を使ってくださっているんですよね。でそしてもう米ぬかも入ってますよね。もう米ぬかもうぬかもすごくいいですよね。もう大好きです。私ぬか漬けも大好きなんですけれども、こういったその要は腸内環境を整えてくれたり、でまた負担をかけないような食材を使っておやつなわけですから、もうとにかくこちらダイエット向けですよね。でこちらはですね1袋あたり 30g 入ってまして、エネルギーカロリーが 140kcal になってます。でまたあのハサミをですね使わず、こう開き口がこうつまみでピーッと簡単に開けることができるタイプに、こうここにですねあるんでポチあって、ここでサッと開けれますし、なんとこうジッパーになっていて一気に食べなくていいんですよね。小分けにして食べられる、こう保存袋にもなってます。ここしっかりこうパチパチっと閉じていただくと、そうですねこの量でしたら、まあ、2回か3回に分けて召し上がっていただくといいと思います。では次第2位です。こちらです。同じく、こちら小麦、卵、乳製品不使用のお菓子人参スティックサブレなんですね。無印さんが作ってくださいました。人参が入ってます。でこちらも先ほどと同じです。米粉や大豆粉が使ってあって、小麦粉は一切使ってないんですね。でまた人参も入っているので一緒にお野菜も摂れてしまうというこの優れものです。でカロリー、気になるカロリーですけれども、1袋 30g ですね、先ほどと同じ 30g あたり 139kcal ですので、先ほどのこのプレーンタイプよりもカロリーは低くなっています。なので第2位として選んでいきました。では堂々のいよいよ第1位はこちらです。小麦、乳、卵使用のお菓子ほうれん草のスティックサブレです。これはですね、もう私あの個人的な感想ですが、やっぱり美味しいですよね。でこういった葉物食材、まあ、ほうれん草も取れてしまうわけですから、もう本当に一石二鳥なわけです。でこちらももちろん米粉と大豆粉が使ってありますし、今までの、まあ、商品、特にこのプレーンのタイプですよねに比べてもお野菜まで入っています。ほうれん草取れてしまう。でほうれん草やっぱ鉄分も豊富ですし、私たち女性にとってやっぱ鉄分大事ですので第1位として選んでいきました。でこちら1袋 30g あたり一番カロリーが低いんですよ。 138kcal ですから、ランキングの1位として、まあ、選ばれたわけですね。これが第1位でした。さあいかがだったでしょうか。今回は無印良品さんでこういった太る元、まあ、その糖質ですよね、小麦が入っていなかったりですとか、また卵や乳製品不使用ということで、もうすごくあのヘルシーなおやつ選んでいきました。で第1位はやはりカロリーも低くってお野菜も取れますよというまあ内容だったわけなんですね。さあいかがでしたでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。
またこういったダイエット法にご質問やお悩みある方は詳細欄に LINE のリンク貼っております。皆様そちらにご登録後直接私とやり取りしてご相談されておりますので、あなたも必要でしたらいつでもご相談くださいね。でまたこのお話役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますと私とても励みになっておりますし、もう本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。